レイチェル・スティーブンスレイチェル・ローレンス・スティーブンスは、ロンドン生まれのイギリスの歌手、女優、モデル。2003年に解散した、イスクラブ7のメンバー。現在は、ソロ活動中で、これまでに7枚のシングルと2枚のアルバムをリリースしている。15歳の時に、約5000人の中から、ジャスト17というファッション雑誌のモデルに選ばれる。これと両立する形で、 ファッションの勉強をし、パブリック・リレーションズ会社に勤めた。19歳の時に、兄と共に、ロンドンで行われたサイモン・フラーのオーディションに参加する。このオーディションに合格し、S クラブ7のメンバーとして、歌手活動を始める。後に S クラブ7は、ブリッド・アワードを受賞するほど、世界的にも成功することになる。母国有形チャートでも1位を記録するシングルを、リリースするが、 2003年に解散。グループ解散後、レイチェルは200万ドル以上ものレコード契約をポリドールレコードと結び、再びサイモンフラーをマネージャーとして迎え入れる。ブリトニー・スピアーズやカイリー・ミノーグに作詞を提供したことのあるキャシー・デニスに作詞をしてもらい2003年9月にソロデビューシングルスイート・ドリーム・スマイル AX をリリース。 UK シングルチャート2位を記録した。TLC やシュガーベイブスマドンナ的な要素を含んだデビューアルバム、Funky Dory を同月末にリリース。UK アルバムチャート9位を記録した。2枚目のシングルとして、Funky Dory を12月にリリースし、UK チャートでもランキング上位を期待されたが、最高24位に終わる。2004年7月にシアラ、 リバティ X、グウェン・ステファニーなどを手掛けたプロデューサー、リチャード X のもとでシングル、サム・ガールズをリリース。アイルランドで13位、UK チャートで2位を記録した。このシングルの売り上げはすべて BBC 主催のスポーツ、進行チャリティへと寄付された。サム・ガールズのシングルの売り上げが好調だったので、同曲を含むアルバム、ファンキー・ドリーを再度リリース。このアルバムには、 新曲、もアもアもアも収録されており、シングル自身は、UK チャート3位を記録した。このように、ファンキー・ドリー以来、プロモーション活動を積極的に行うようになり、レイチェルは、24時間の間に異なる都市で最も、テレビ出演した、ポップスターとしてギネスに乗る。2004年の暮れから2枚目のアルバム制作に取りかかる。 2005年3月にシングル、ネゴシエート・ウィズ・ラブをリリースし、UK チャート10位を記録した。7月には続くシングル、ソグッドをリリースし、またもや10位を記録し、5度目の UK チャートトップ10入りを果たす。2005年の夏には、レイチェルのドキュメンタリーが放送され、同年10月にセカンドアルバム、Come and Get It を発売。 ドキュメンタリー番組によるプロモーションにもかかわらず、同アルバムは、UK チャート28位に終わる。しかし、発売から2年後、イギリスの新聞社、ガーディアンが、死ぬ前に聞くべき、アルバムベスト1000に、同アルバムを、リスト入りしている。2005年10月に、I said never again をリリースし、UK シングルチャート12位に終わっている。S クラブ7活動中に、 グループの持ち番組であった、マイアミ7、LA7、ハリウッド7、そしてビバ、エスクラブに、そして、同グループの映画、シーイングダブルにも出演している。その後も、デュースビガロー激安時頃のヨーロッパバージョン、デュースビゴロ、ヨーロピアン時頃に出演。2005年には、ローアン、アトキンソンの作品の一つでもある、スパイダーマンのパロディー、 スパイダー・プラントマンに出演した。バーチャルバンドであるゴリラズでも本人役として作中に登場しており、ゴリラズのメンバーである 2D の元恋人という設定にもなっている。2004年、バンドエイド20に参加。2005年からホワイトバンドプロジェクトのメンバーであり、レイチェル自身の公式サイトにも同プロジェクトのオフィシャルサイトが紹介されている。またスクラブ7時代から、 世界自然保護基金に勤めており、他にもスカイスポーツやマークススペンサーでも働いている。2002年のバレンタインデーに俳優ジェレミー・エドワードと婚約。しかし2004年に婚約を解消し別れた。その後2009年8月2日にアレックス・ボーンと結婚。2010年11月16日に第一子を授かる。ありがとうございます。